自由に本当にプレーしたできたと思って本当に感謝してて、本当に先輩方の後押しがなければ僕はもう本当にピッチで自由に自分自身を表現できなかったと思うんで、本当に先輩の方々には感謝の気持ちがいっぱいです。今僕は、今まで後輩で、まあ、先輩甘えてましたけども、まあ、3回戦あって、まあ、副キャプテンという役職を与えられて、次はまあ先輩方から受けた感謝の気持ちをまたその後輩に、僕も同じように後輩が伸び伸びとサッカーできるような環境を作ってあげないといけないと思っているんで、まあ、入ってくる後輩、今いる後輩に本当にいい環境を作ってあげて、今西キャプテン中心にチーム作りしているので、西キャプテンのサポートとあと後輩の駆け足になれるように、頑張っていきたいと思っています。まあ、今年は本当に今期待できると僕は思っているんで、まあ、よく言えばやっぱり今年で2部上がって、まあ、自分の代でしっかりと2部の上位に食い込めるようなチーム作りをしていきたいと思っているんで、今年もよろしくお願いします。